皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。3月17日火曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。平成27年度予算案は先週金曜日に衆議院を通過し、昨日から参議院での審議が始まりました。参議院の予算委員会でも政治と金の問題や NHK の茂木会長の問題などについて、民主党の議員が安倍総理をはじめとする閣僚を厳しく追及しました。参議院での審議が始まった昨日、民主党からは羽田雄一郎参議院幹事長、小川敏夫議員、蓮舫代表代行の3人が質問に立ちました。まず羽田参議院幹事長は、安倍政権で相次いで発覚している政治と金の問題について、大臣規範を見直し、閣僚在任中は企業団体献金を受け取らないようにするべきだと安倍総理に迫りました。これに対し安倍総理は、その改正については現在のところ必要ないと考えていると拒否し、政治と金の問題を抜本的に解決する考えのないことが明らかになりました。さらに羽田幹事長は、参議院選挙制度改革に絡み、一票の格差の許容範囲について2倍以内が望ましいとする案に自民党だけが合意しなかったと明らかにした上で、自民党はやる気があるとは思えないと厳しく指摘しました。次に質問に立った小川議員は、 NHK の茂木会長が私的なゴルフに出かけた際のハイヤー代の請求を NHK に回したのではないかと質しました。茂木会長は否定しましたが、すでに内部通報を受けて NHK の監査委員会が調査を始めており、公共放送のトップとしての資質に疑問の声が上がっています。さらに下村文科大臣の政治と金の問題について、小川議員は、地方の博友会の年会費を自民党支部の寄付として受け取っているのではないかと厳しく追及しました。また蓮舫代表代行は、2015年度の地方創生予算の内容について、予算の 86% が前年度からの継続事業だと指摘するなど、地方創生予算の内容について転換すべきであると求めました。長妻代表代行や枝野幹事長は週末を利用して各地を訪れ、子どもたちのシェルターや子育て支援の現場などを視察しました。長妻明代表代行は今月14日広島市を訪れ、さまざまな事情で居場所のない子どもたちのためのシェルターや自立を支援する施設を視察しました。長妻代行は、財政的な不安定さや人材確保の難しさ、シェルターと自立支援を両立することの難しさなど、現場の声に耳を傾けていました。また長妻代行は今月15日フードバンク活動の推進について理解を深めるため、山梨県南アルプス市を訪問しました。一方、枝野幸男幹事長は今月14日、民主党の共生社会創造本部の活動の一環として愛媛県松山市を訪れ、子育て支援などを行う市民活動の現場を視察し、意見交換を行いました。この中で支援活動を運営している皆様からは、NPO を維持することや市民活動を継続するための財政的な難しさが訴えられました。なお、枝野幹事長は翌15日には高知市を訪れ、岡崎市長が進める生活困窮者自立支援策について意見を交わしました。次に、来月は4年に一度の統一自治体選挙が行われます。現在民主党では候補者の擁立を進めておりまして、今日までに道府県議会議員選挙と政令指定市議会議員選挙に合わせて645人を擁立することにしています。こちらをご覧ください。統一自治体選挙は来月3日から道府県議会議員選挙と政令指定市議会議員選挙がそれぞれ始まります。民主党はこれまでに道府県議会議員として447人、政令指定市議会に198人を公認推薦することを決めており、
合計で645人を擁立することにしています。このうち女性候補は108人となっており、民主党では引き続き候補者の擁立に努めることにしています。さあ、では変わりまして、民主党の多様性をご紹介するダイバーシティ民主のコーナーです。今日はこの5ミニッツ民主ができるまでをご紹介いたします。この5ミニッツ民主にもたくさんの人が関わってくれていて、この番組ができているということです。以上、ダイバーシティ民主のコーナーでした。それでは本日の5ミニッツ民主はこの辺で、次回は記念すべき50回目となります。今週金曜日20日にお目にかかります。失礼いたします。